めっちゃ元気。皆さん、学生さんですか？じゃあ、僕ね、19歳でございます。まだ、高校生ですね。ね、ちょっとね、通信制の高校通ってて、まだ卒業できないですけど、皆様はちゃんと卒業してください。よっしゃまあ、そんな話は置いといて、僕たち兄弟でやっておりまして、京都から来ました。妹です。妹で僕一番上で、末っ子の弟源と言います。ちょっと源一言喋っとこうか。今日は皆さんありがとうございます。かわいいやつね。みんな俺かわいいって言われたいな。言うてくれへんやんだよ。怖いねんって。怖いねんって。こんな目真っ黒でさ、怖いって。怖ないですよ、僕。怖い。マジですか？怖いって。後でかわいいこと言うとこう。後で喋ろうね。めっちゃ僕優しいし、らしい、素晴らしい。次の曲ちょっとね、さっきまで赤部に行ってたから、バラード行きたいと思います。初めて作詞作曲した恋愛バラード。中2の時にね、作ったやつですよ。中2の時にね、中2ですよ。なんかよく分からんけど、なんかでもそうね、みんなどうすか、遠距離恋愛ってしたことありますか？ないよね。だから、まあ、遠距離恋愛っていうのは妄想で作ってきてやけどなんですけどね、まあ、多分もう誰もが遠距離恋愛したら思うやろなっていうことで作った曲です。みんなに、はい、同じ共感して聴いていただけたら嬉しいです。聴いてください。会いたくても会いたくても会えない、この気持ちがあなたに届きますように。会いたい。